2009年ガボン大統領選挙は、2009年8月30日に実施されたガボンの大統領選挙。2009年6月8日、オマール・ボンゴ・オンリンバ大統領が在任中に死去したことを受けて実施された。オマール・ボンゴ大統領の死去に伴い、憲法の規定により、暫定大統領にローズ・フランシーヌ・ロゴンベ上院議長が就任した。ガボン憲法によれば、 大統領がかけた場合、30日から45日以内に大統領選挙を実施することとされていたが、政府は大統領選挙実施の延期について、要請を憲法裁判所に対して、要請、憲法裁はこの要請を認め、8月30日に実施された。候補者は23人に上ったが、選挙の間に6人の候補者が選挙戦から撤退し、 最終的に17人の候補者によって選挙が行われた。全候補者中、有力とみなされたのは、アリー・ボンゴ・オンディンバ、ピエール・マン・ブンドゥ、アンドレム・ムバ、オバメの3人であった。アリー・ボンゴ・オンディンバは、コーマール・ボンゴ大統領の子息で、父の下で外相や国防省を歴任し、政権与党がボン民主党から立候補した。ピエール・マン・ブンドゥは、 求心的野党指導者として活動してきた人物で、野党連合がボン人民連合を結成し、総裁を務めていた。アンドレ・ムバ・オバメは、オマール・ボンゴ政権で閣僚を歴任し、民主党を離党し無所属となった。2009年9月3日、選挙結果が確定し公式に発表された。アリー・ボンゴが41.7%を獲得し1位。ムバ・オバメとマンブンドゥは、 それぞれ25%を獲得したが敗北し、野党支持者は、結果に対して不正があったとして暴動に発展した。ガボン、アンドレ・ MBA、オバメ、キャンディドット・アラ・プレザデンティール・アンティスプ・ジュ・サンジュと、プリション、ガボヌズ、17・ジュライ2009、ガボン・プレジデンシャル・ポール・バイ・セプテンバー・6・コート、AFP、 8 j u 2009ガボンアウェイツプレジデンシャルイレクションリザルツアソシエーテッドプレス2セプテンバー2009アンデストアズディクテーターエスサンディクレドウィナーインガボンアソシエーテッドプレス3セプテンバー2009 AP アーティクルミラードアットリンクフロム WSVN ありがとうございます